皆さん毎度です、マッドです。本日は告知動画となります。これはですね、2023年のキープキャストの RBS さんのブースですね。そこでですね、展示されていた、これはハーレーですね。今回はこのですね、ハーレーダビッドソンとかバイクが、主題になります。実は私ですね、こう見えてというか、昔はですね、バイクに非常にハマってまして、すぐ車の方に行ったんですけども、結構ですね、バイクに関しては変な知識をいっぱい持っております。これはRBS さんのガレージですね。こういうのがですね、結構置いてあります。で、ハーレーダビッドソンといえばですね、皆さんこういうアメリカンを思い浮かべるかと思います。で、この BGM に流れてるですね、モトリークルーというバンドのですね、トミー・リーもですね、こういう感じでノーヘルで乗ってるわけなんですね。これがむちゃくちゃかっこよく思うのが私なんですね。はい、そのハーレーダビッドソンなんですけども、実は私はですね、このフランコ・ウンチーニですね、これをまず真っ先に思い浮かべるんですね。これは何かというとですね、70年代にハーレーダビッドソンがアエルマッキというですね、イタリアのメーカーを買収して、一時期レースに出ていたんですね。このオレンジと白のですね、ワークスカラーのね、このスーツがかっこいいです。で、これはですね、 AMA というですね、アメリカの昔はダートトラックレースと言ったんですけども、今はフラットトラックっていうらしいですけども、これでもですね、ハーレーダビッドソンは今でもですね、バリバリ走っております。これがですね、渋いんですよね。このフラットトラックのですね、このオーバルをずっと滑りながら回るのが、これですね、昔のですね、ケニー・ロバーツとかフレディ・スペンサーもこのフラットトラックで腕を鍛えてましたね。はい、で、そのですね、ハーレー・ダビッドソンなどを含んだですね、二輪のですね、イベントが滋賀県琵琶湖ですね、草津の方で開催されます。ここにですね、私がいつもお世話になっているRBS さんの方が出展されます。YSP とか出てるので、普通のバイクとかも出るんじゃないかと思います。あとハーレーも出ますね。場所はですね、こちらですね、烏丸半島のところの、草津の道の駅というところだそうです。そこでですね、やっておられますので、ちょうどここにですね、フィッシュさんという釣り具屋さんもあるようなので、私もですね、行ってみようと思っております。これはですね、8月の上旬ですね、お邪魔した時にですね、告知動画を撮らせていただきました。告知動画撮りました、ね、ハーレー出はるって言ってましたけど、ああ、そうですね、バイクで8月の17、18日に、どうぞ、草津の駅、草津の道の駅で、ボートじゃなくですね、ハーレーを出品されます。出品されてるんですか？ああ、そうですか。もう仕上がってきてるんですか？いや、まだ、なんとか間に合ったんで、はい、あと1週間、2週間、頑張ったら、はい、こういうこともされてます。これは仕事なんだけど、これは仕事なんだ。仕事じゃない。一応、仕事の手の8割出品。なるほど。こういうこともされてます。ただ相談はハーレーの方の、相談はちょっと難しいかと思います。あくまでボート業が、本業ですので、ということで8月17日、草津の道の駅だそうですね。皆さんお越しください。はい。で、私の方もですね、おそらく17日ですね、お邪魔させていただこうと思います。こういったですね、バイクのカスタムのノウハウというのをですね、ボートのですね、パーツ作成とかに生かしておられるというのがですね、この RBS さんの強みになりますので、ぜひ皆さんもですね、お越しいただければと思います。それではまた草津の道の駅の会場でお会いしましょう。 See ya!